こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの小説です。天空の鉢という一冊ですが、これは1995年に書かれた小説で、今から20年前ということになりますが、今読んでも全く古さを感じない、非常に面白い、小説でした。で、どちらかというとエンターテインメントという感じなんですが、テーマがですね、何者かに奪われた巨大ヘリコプターが、原子力発電所の上に、止まっていたと。で、要求を聞かなければこのヘリコプターを原発に落とすぞ、さあそして物語どうなるというような内容なんですけれども、非常にスリリングな内容で一気に読める一冊になっています。で、厚さとしてはなかなか厚い小説なんですが、もう一気読みできるのではないでしょうか。そしてこれはただ、一見反原発というように取られがちかもしれないんですけれども、原発について考えた方がいいんじゃないというような内容の一冊に感じました。非常に面白かったので、興味ある方はぜひ読んでみてください。以上です。